カエデ半島の洞窟は、地上マップの東の方にある東ハテール地方にあります。ダネール山頂望台から飛んで南東に向かうと入り口があります。下の方、海辺を進んで入り口まで向かいます。なお、近くにコログもいます。洞窟内は鉱石がたくさんあるため岩のついた武器があると良いです。爆弾花もあります。洞窟の入り口の海辺に植え穴が開いています。植え穴に迷いがいます。トーレルーフで上に上がりましょう。トーレルーフで通り抜けてから出るまでは時間が止まっています。迷いの位置を確認してから出ましょう。動きが素早いため弓矢で倒します。迷いに逃げられたらロードしてやり直しましょう。もしくは、次の赤い月を待ちます。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。